安住紳一郎の日曜天国。おはようございます。8月5日日曜日朝10時になりました。 TBS アナウンサー安住紳一郎です。おはようございます。中澤由美子です。8月に入って最初の日曜日ということになりました、はい、そして関東地方は梅雨明けしてから初めての日曜日ということで、今日はお出かけの方も随分多いんじゃないかなと思いますが、本当にいい天気になりました、先ほど外を歩いてきましたら、午前中だというのにもう日差しがじりじりと地面を焦がすように降り注いでおりまして、びっくりするようなセミの鳴き声でしたけれどね、ついに夏が始まったなという感じがしましたが、はい、現在も赤坂は 31.2 度ということで、しかもこの後なんと今日は35度まで気温が上がるようですね。1日の最高気温で35度を超えるとその日のことを猛暑日というらしいですけれども、今年初の猛暑日になるんじゃないかということですね。さらに出ました、暑いといえば群馬県熊谷、熊谷は本日37度の最高気温の予想が出ていますね埼玉県ですね、熊谷の方大変失礼いたしましたそうですね、そうですよね、群馬も暑いんですけどね、埼玉熊谷も暑いですもんね、37度ということですね。わ、海に向かう方、山に向かう方ね、多いんじゃないかなと思いますが、とりあえず私は今日もマイクに向かうという感じですけどもそうですね、はい、午後は変わりやすい空模様でにわか雨や雷に注意ということですね、はい、もうこれは夏ですといつも一緒ですね。特に北部山沿いでは激しく降る恐れがあるそうです。ご注意いただきたいなと思います。一応天気的には不安定なちょっと天気なんだそうです。気をつけていただきたいと思います。にわか雨や雷が今日は北部山沿いでは激しく降る恐れがあります。それにしてもいい天気ですね。そうですね、行楽日和で多分海に向かう方なんかも多いんじゃないかなと思いますけれどね、はい、街も結構人が出てましたね。昨日表参道で仕事をしてたんですけども、結構やっぱり人が出てて車も出てましたね。表参道から赤坂まで普段ですと車で15分かかるかかからないかぐらいなんですが、そうですね、昨日は35分ぐらいかかりましたからね。あ、そうですか。随分車も人も出ているなという感じがありましたが、ちょっとね、夏、本格的な夏の到来が遅かった分だけ、いよいよ8月に入ってみんな動き始めたなという感じありますけどね。そうですね、待ってましたという感じでしょうか。とにかく暑いですけどね、熱中症などにも注意していただきたいと思います。そして午前中はどうぞラジオにお付き合いいただきたいなと思います、はい、さらに海に向かう車の中のラジオなんかも FM ではなくてぜひ AM ラジオにお付き合いいただきたいなと思います。思います。さて、8月、おとといですね、8月3日、金曜日ですね、はい、8月3日はハサミの日、蜂蜜の日でもあるんですけども、不詳私安住紳一郎の誕生日でもあるんですね。そうです、そうです、おめでとうございました。大変恥ずかしながら、不詳私34歳になりまして、はい、いかがお過ごしでしたか。お誕生日は普通の金曜日で、まあ、仕事もあり、何にも変わらないただの金曜日だったんですけれどもなぜか少し多めに洗濯をした日ということになっておりましてですねやはり34歳にもなるとそんな、ね、華やかな予定も入っていなくてですね、また家族もいないものですから、粛々と、誕生日を迎えたっていう感じなんですけれどもね。かといって今日誕生日なんだよねなんて言ってですね、こう電話とかしづらいじゃないですか。なのでごくごく普通の一日を過ごしてしまったという、また逆に寂しさを紛らわすためにあえて普通のことをし続け洗濯をしたという、そういう一日になりました。そうでしたか、はい、蜂蜜の日。そうですね、蜂蜜の日とハサミの日として、私は覚えてるんですけれどもただちょっと一つ気持ち悪い話がありましてですね、なんだろう、これは大抵お話しすると皆さんがとても気持ち悪がる話なんですけれども
私がここ10年ぐらい、10年じゃないですね、5、6年ぐらいずっと8月3日にしていることがありまして、別にこれは話すつもりはなかったんですけども、昨日あまりにも一昨日あまりにも衝撃を受けたので、一応ちょっと皆さんと気分を共有してみようかなと思うんですが、本当に気持ち悪い話ですから、ちょっと鳥肌が立つぐらいちょっと気持ち悪い話なんですが、私が22歳ぐらいの時にですね、付き合っていた女性がいましてですね、彼女も実は誕生日が8月3日だったんですよ。それでこう何か運命を感じて付き合い始めたんですけれどもまあ本当にちょっとした錯覚でおよそ半年後ぐらいに別れてしまうことになるんですが短かったですね。それでもなかなかね、自分と同じ誕生日の人と付き合うって機会ってないですよね。そうですね、機会ってないですよねって、別にそれを望んで探してるわけじゃないですけども、そんなにね、珍しいことですよ、かなり。ですごくお互いにそれが印象に残ってて、疎遠になってからもお互いに8月3日に電話をし合う習慣がまだ残ってるんですよね。ここが気持ち悪いポイントなんですけども、素敵じゃないですか素敵ですか、素敵じゃないと思いますよ。別れた者同士が電話し合ってるんです、傷の舐め合いとも言われていますが、別れてから、ね、ちょっとね、人気が出始めるって私の傾向もあるんですが全部食べ終わってから体にいいっていうナチュラルハウスみたいな男だって言われてるんですが、で彼女とは生まれた日が一緒ということもありまして、8月3日には必ずなんかどちらともなく電話をし近況報告し合うという慣習がありましてですね、欠かさずですか、欠かさずっていうか、なんか何なんでしょうかね、で別にそれがどうのこうのというわけじゃないんですが、彼女はもうとっくに結婚をして出産もしておりましてですね、で一昨日もですね電話がかかってきまして、あ、ごめん電話をしたんだちょっと見え張っちゃいましたちょっとね、ごめん申し訳ない、ニュアンスごまかそうと思ったけれど、ちょっとね、しちゃった、そうですよね、はい、はい、すいませんでご結婚されてるんで、なるべく午前中とかに電話をしてね、こう横島の気持ちがないことをアピールしつつですわ、日の高いうちに、日の高いうちに電話をしですね、でまあ近況報告本当10分ぐらいなんですけどね、じゃあなんかうわ今年もかかってきたみたいな感じですよね。で去年はなんか留守電だったみたいな、でもう一回俺がかけ直したんだみたいな、そんな話がありつつですね、でまあ取り留めない話もずっとするんですけれども、何より衝撃的だったのは、はい、彼女のお子さんがもう7歳になってるんですよね。もうびっくりしてしまいまして、その事実に。すると電話口の向こうで夏休み中でこうお母さんに構ってほしい7歳の少年が、茶の間なんかをこうバタバタ走ってる音なんかが聞こえるわけですよ、この現実感ですよね もう確実に日本語を話してるわけですよ、もう後ろで人間としてね、そうですね、それで極めつけはですね、なんかやっぱりちょっとお母さんがねこう電話で話しているのを見て、ね、ママ誰と話してるの、誰とお話してるのってなんかこう聞くんですよ、はい、すると彼女はこう電話口を押さえて息子に答えるんだけど、それが漏れ聞こえちゃったんですよね、はい、ごめんね今ね、ママの古いお友達と電話してるのっていう声が聞こえたんですよ、古い友達っていうのがなんかねものすごい心に響いちゃって、ズドーンっていう感じになって、当然ズドーンなんですけれども、そっか、このいかんともしがたい現実というかこのね、まあ、そりゃそうなんだけども、っていうことですよね。そういうことですよね。まあ昔お付き合いしていた女性が今幸せになっている姿を見てショックを受ける気持ち一つと、はい、同じ誕生日に生まれ同い年でね、うん、同い年なんですよ、で同い年の同じ日に生まれてこれだけ、生活が違う人っていう、こう2つを一気にこう照らし合わすことができるという、すごい、ね、サンプルマッチみたいなことなんですよ。まあ、結論楽しかったなということなんですが、そうでしたか、はい、ですね、幸せそうでよかったですね、おめでとうって言い合って、そうですね、それでなんかちょっとなんか
もう本当にただの主婦だからなんて言って、なんか華やかな世界で活躍しててなんて、ちょっとなんか刺激のあるような話してよなんて言われるんですけれども、刺激のある話とか思って、今日洗濯2回したんだけどみたいな刺激的、刺激的って言われて何の刺激もないって話なんですよね番組にもたくさんあのメールをいただきましてありがとうございました本当にあのよく皆さんご存知だなと思うぐらいなんかたくさんいただきましてありがとうございました、はい、そしてですね、いつびっくりするような大変嬉しいメールをいただきまして、私は昨日これ受け取ったんですけども、笑いながら泣きながらこのメールを拝見いたしました、ちょっと、私的なメールなんですけれどもご紹介したいなと思います。8月3日の午後11時50分ぐらいにいただいたんですが、今日はあなたの誕生日、忘れられない君の誕生日8月3日、どういうわけか今も誕生日を覚えています。覚えていますか、夏休み我が家に遊びに来た時、ホームビデオで撮った自分の姿をモニターのテレビの画面を見ては画面に入ったり外れたりして楽しんでいましたね。その姿を微笑ましく思い出します。学校での君のことで忘れられないのは、体育の身体表現の授業で噴水というテーマで胸をつくような才能を発揮したこと、遠足でアスレチックの体験、池に落ちたのは校内で君だけ、その苦い体験を自信家の俺という題の作文に記憶や情報をうまくまとめ一気に書き上げた4年生最後の作文。テレビに映らない時がない人気者になってしまった今の君には信じられないでしょうが、実はアナウンサーになっていると聞くまではいつも心の中であなたはどんな人間になっているのかとても心配していました。今阿久悠さんの追悼番組を見ながらこのメールを書いています。私もあと2年半で退職、やはり音楽を、そしてあなた方教え子の大いなる活躍を生きがいに、まだ現役で頑張っている私はさて誰でしょう。私があなたの担任になったのもちょうど34歳の時でした。そんな年にあなたもなったのですね。元気でね、大人になった安住くんへ、ということで、私の小学校4年生の時の担任の先生からですね、メールをいただきましてありがとうございます。とても嬉しかったです、びっくりしましてね、多分北海道でまだご活躍だと思うんですが、多分何かのきっかけで番組のホームページにたどり着き、そしてメールを送ってくださったと思うんですけどね。小学校の時の担任の先生が誕生日を、ね、覚えてくださってたというのも、ね、驚きなんですけれどもね、エピソードがまた、本当ですよね、このエピソードがまた笑っちゃいますよね、これね遠足で池に落ちたのは校内で私だけなんですよ。あ、そうですか。その苦い体験をもとにですね、自信家の俺という題の作文を書いたんです。これ私も記憶に残っております、4年生最後の作文、上手だったんです ね、きっと先生もすごく覚えてらして、まあ、でも確かに小学校4年生が書く作文のタイトルじゃないですねちょっと今とあまり変わらない、全く変わってないですね、自信家の俺っていう題の作文っていう ね、ご自分を客観視して、そう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 、そうなんですよ。あ、思い出した、自信家の俺、そうなんですよ。これなかなかいい作文ですよ。あ、そうでしたか全然自信家が変わってないんですけどなかなかいい作文ですねこれね。ほとんど落ちるはずがないって言われてる、なんかこう公園のアスレチックがありましてこう結構長い池にロープが横にピンと張ってありまして、その下にこう大きなたらいみたいのに乗って、そのロープを手繰り寄せながら前に進むみたいな、ちょっとそういう遊具がありまして、でそのたらい自体もなんか補助ロープみたいなのがついてて、こうそんなに左右にかしぐようなものではないんで100人やって100人が落ちないような、そういうたらいのゲームなんですよ。それでそれをですね、私当時少年野球とかやってたものですから、他の人よりも運動神経が若干優れてると自分で思い込んでるわけですね、でまあ、実際そうだったと思うんですが、それで要するになんか多分ね、ふざけてはいないと思うんですけど、多分他の人より早くやるみたいな、そういう感じで進んだんじゃないですかね。そしたらね、ありえない角度でなんかたらいがねくるんと上に回ったんですよ。で下に落ちちゃって、で全校生徒700人ぐらいいる中で一人だけ落ちたんですよね。それでなんかね、あのそれでクラスで
多分落ちそんなの多分みんなほとんど落ちないと思ってるんだけど、クラスで一人だけ男の子で自分は運動神経が鈍いからもしかしたら落ちて服が濡れてしまうかもしれないからと言って着替えを持ってきてくれ、着替えを持ってきたすごいその準備のいい男の子がいたの、その子は多分俺は心の中で運動神経が悪いやつっていう風に多分行きのバスで罵ってたと思うんだよ多分性格上、うん、着替えなんか持ってくんじゃねえ絶対落ちねえよとか言ってたその子に着替えを借りて帰ってくるという私のエポックメイキング的なイベントだったのこれは。そうでしたか、貸してくれて、うん、それで地震家の俺っていう作文を4年生の最後の、国語の授業かなんかで書いたんでしょうね。私は池に落ちるはずではなかったっていう書き出しで確か始まってる。つかみは十分ですね。いや結構ね深い作文だったのこれ確か、思い出した、なんか自信を持てとよく言われるけれどもその自信が時として自分に牙を剥くねみたいな、そういう内容、で思いもよらぬ形で助けが入るねみたいなそういう、懐かしいですね、立派な少年でしたね。地震かねただろうね。体育の身体表現の授業で噴水というテーマで胸をつくような才能を発揮したんですよ。さすが、さすが俺だなっていう感じですね。覚えてますねこれもね。これは確かねあれですね、外が雨が降ってたので、急遽体育の授業を室内でやった時に、身体表現で噴水をじゃあ体で表してくださいっていう風に先生に言われて、確かね逆立ちしながらね足をねこうワイパーのようにパチパチやりながら噴水を表現した記憶がありますね。その時すごい褒められたことも覚えてます。そうでしたか、そんな長く逆立ちができたんだ。そうなんですよ、運動神経良かったですね、本当にね。そう、すごかったの俺自信家の俺すごいですね、いやでも他人のね先生が私のクラス持ってくれたのがちょうど私と同じ34歳とはちょっとなんすかね、ちょっとね不思議な感じがしますけれどもね、とてもなんか先生のような大人にはなってないなということは確実に思いますけれども、やっぱりとても大人な先生に見えたでしょうね。そうですね、いや多分あの大人だったと思いますしね、きっとね男性の女性の先生ですね、はい、懐かしいですね、とても嬉しく拝見いたしました。本当ね、10代とか小学生の時に20代30代の人というのはとても大人に見えましたけども、実際ね自分が20代30代になってみると大してね変わってないなっていう風に思う時がありますし、まあ、それはだらしない生活を送っているせいかもしれませんが、また皆さんからメールを送ってもらってね拝見する限りでは、はい、50代とか60代になってもね、大したことなかったりする傾向が多いですからね。なんかお茶目な、ことでいろいろね喜怒哀楽してらして、そんなに大きく人生ってのはね誕生日を何回過ごしても変わらないものなのかなというふうには思いますけれどもね、まあ、旗から見るともう立派なおじさんだなという感じがしますけどね。また頑張って1年皆さんにお付き合いいただきたいなというふうに思います。それでは大変長くなりましたが今日のメッセージテーマはこちらです。どうすればいいのかわからないこと。今日は皆さんにどうすればいいのかわからないことというメッセージテーマでメールを、そしてハガキ、ファックス、電話をお寄せいただきたいと思います。ハガキじゃ間に合わないけどね。そうですね。平塚市のかっちゃんさん、男性の方、中学校2年生からいただきました。ありがとうございます。中学校2年生、私のどうすればわからないことはこれです。私は将来西陣織の職人さんになって人間国宝になるのが夢なのです。おそれで本場の西陣織を見に先日京都へ行ってきました。西陣織の職人さんにも会えて、僕将来西陣織の職人さんになるのが夢なんですと話したら、職人さんは食っていけないよと言いました。夢があるのは素晴らしいことだけど食っていけないのは困るし、一人でだいぶ考え込みましたが答えは見つからず、でもこんなことでへこたれてはいけないと自分で自分に突っ込んだのでした。すごいですね、どうなんですかね、西陣織の職人さんは大変なんでしょうかね。まあ、でもね、でも平塚の男の子が、京都西陣織にすごく惹かれたんですね。すごいですね、中学校2年生で将来はしっかり見えてきたという、ね生活のことはともかく、なりたいものにまずなってみるっていうのはいいと思いますよ。そうですね、
ね、普通に、ね、サラリーマンになってから、ね、急に西陣織やりたいなと思ってもなかなか、ね、できないですから ね、 そうですね、先に西陣織の職人さんを目指した方が絶対いいと思いますけどね。渋谷区の代官山の師匠さん、男性の方からいただきました。ありがとうございます。毎日自宅のそばの川沿いの道を犬を連れて散歩しているのですが、その途中に養豚場があって、この何日間か気づくと毎日同じ豚が檻の隙間から鼻を突き出して寂しげに道行く人を見ていることに気づいてしまったのです。他の豚たちはそれぞれに寝たり各々の行動をしていますが、一匹だけ毎日朝でも夕方でも道行く人を見ているのか、その先の景色を見ているのか、ここのところ散歩の行き帰りにその豚が気になり、まさか千と千尋の神隠しの人間が化けてしまって人間に戻りたくて助けを求めている豚なのかと、昨日はとうとう豚一匹はいくらなんだろうかと考え始めてしまっています。家で飼うことは到底無理なのですが、どうすることもできない檻の隙間から鼻を突き出している豚が気になっているのですという。そうですね、ねえ、どうすればいいだろう。ね、多分にわかには解決の方法がちょっと思いつかないですけども、はい、毎日同じ豚が檻の隙間から鼻を突き出して寂しげに見ていることに気づいてしまった、その豚だけがどうやらそういう行動をしているらしい、私は千と千尋の神隠しではないけれども、何か助けを求めているのかと感じ、昨日はとうとう豚一匹はいくらなんだろうかと考え始めてしまっているという買い取ってなんとか違う人生をその豚に与えようとしているんでしょうけれども、ね、なるほどね。ちょっと話しかけてみたりとか。その豚に話しかけるんですか。この男性が試しに、はい、試しに、それも勇気がいることだと思いますよ。そうかな、ね、すごいですよ ね、 千と千尋の神隠し。そうですか、いろんなことがありますね、そうですか。でも多分ね、きっと豚肉食べちゃうんだろうな。どうしてそういうこと言う。皆さんからのメッセージをお待ちしています、はい、そして今週から番組からのプレゼントが変わります。今まではクオカードでしたけれども、今日からメッセージを送ってくださった方の中から抽選で5名の方に日天オリジナルノートをプレゼントいたします。日天オリジナルノート、素敵なんですよ。テーマはどうすればいいのかわからないこと。皆さんからのメッセージをお待ちしています。そして番組では皆さんからのリクエスト曲も募集しています。メッセージにはぜひリクエスト曲も書いて一緒に送ってください。それでは今日の1曲目を紹介します。大田区のラジオネームにゃんまげさんからのリクエスト、ジュディ&マリーでオーバードライブ、どうぞ。